こんにちは、ヨッピートラベルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は境内を列車が通過する神社です。ということで佐賀県有田町に来ています。こちらは JR 佐世保本線の上有田駅と有田駅の中間になります。こちらの神社は境内を列車が通過します。普通列車だけでなく特急列車や観光列車も通過します。ちょっと珍しい駅です。東山神社と書いて末山神社と読みます。すでにちょっと見えてきてますが、この階段を登るとすごいことが起きます。というかすごい光景が見れます。もうすぐです。まだ登りきっていないところなんですが、なったんなったんと目線の高さに線路があります。正真正銘 JR 佐世保線の線路です。1日に上りが32本、下りが38本、合計70本の列車が通過します。今回は普通にその70本の列車のどれかを撮影しても全く面白くはないので、こちらを通過する回送の九州観光列車を撮影したいと思います。回送列車ですので時刻表には載っていません。載ってはいないんですが、回送の九州観光列車が間違いなく通過します。こちらの踏切は警報器はあるものの遮断機はありません。しかも結構近いところを走り抜けていきます。末山神社は佐賀県有田町に鎮座する神社です。俗に東山神社とも呼ばれています。有田町は磁器である有田焼の産地で、末山神社は鳥居、狛犬、門柱のほか今やお守りも磁器で作られています。江戸時代に有田を治め、有田焼とその陶工を管理していた鍋島藩の皿山代官の指示により造営されたと言われており、有田焼陶祖の神として陶工たちの崇拝を集めています。鳥居は明治21年に竣工されたもので、平成12年に国の登録有形文化財に指定されています。末山神社のお守りは神社内にある釜にて神職がお一つお一つ縫製したもので、ご神前でお祓いし神様のご分霊と神様の力を宿してあるお守りです。なおご参拝が困難な方には御朱印とお守りは郵送での購入もできます。ということで鳥居が見えてきました。明治21年奉納の高さ 3.7 メートルの鳥居です。有田泉山の凍土から作り出された白磁に天然ガスによる淡いブルーの唐草模様が美しい、平成12年に国の登録有形文化財に指定されている有田町のシンボル的鳥居です。磁器製の大水亀です。明治22年奉納、大物作りで有名なろくろ市の一品です。有田町は日本初の磁器生産地として知られ、約400年の歴史を誇り、江戸時代から海外にも輸出され、透き通るような白磁に美しい絵付けを施した磁器はヨーロッパでも愛されています。白い玉砂利が敷かれた拝殿がある周辺にも磁器製の灯籠や門柱や大水亀などの大作が並び、その景観は有田焼の野外美術館と称されてます。この他にも日本一の磁器製玉垣や日本一の青銅狛犬に有田焼の陶祖井伊三平の石組みや有田陶器師の提唱者深川六助の記念碑などもあります。拝殿の裏手の磁器製玉垣も見る価値あり、現在は拝殿を囲む手すりとして愛されてますが、元は神社の聖域を囲む玉垣でした。表面には鶴草模様が描かれており、町の重要文化財です。
120年前の明治時代、国鉄が博多駅と佐世保駅の最短ルートを考えた際、ルート上にあったのが末山神社でした。当時の宮司さんは神社の中に線路を敷くことは抵抗があったが、有田焼が電車に乗って全国各地に広がれば町も潤い未来を明るくするものだと了承されたそうです。なお境内を鉄道が通る神社や仏閣は全国に約15社あり、九州では末山神社の他に福岡県の崎山八幡神社は神社内を平成筑豊鉄道が通っています。ということで全国で15社なので珍しい神社だと思われます。ということで降りてきました。社務所に行ってみたいと思います。こちらの神社、お守りや絵馬も焼き物で作られたものがあります。神社内にある窯で焼かれたものです。さらに御朱印帳も有田焼でできています。焼き物の御朱印帳は全国でもここだけです。余談ですが、せっかくなんでおみくじを引いてみました。お見事、大吉でした。ということで回送の九州観光列車がこちらを通ります。お分かりとは思いますが、二つ星4047です。警笛が鳴り響いてます。来ますよ来ますよ、まもなく来ます。あれ、普通列車だ。こちらは9時23分に有田駅を出た都市駅の普通列車ですね。観光列車ではないわ。でも結構な迫力だったね。また警報器が鳴り響いてます。遮断機がない踏切なので近づくべからずです。来ますよ来ますよ来ますよ。あら、特急列車だ。観光列車ではないわ。こちらは9時31分に有田駅を出た特急緑リレーカモ54号博多駅です。普通列車より迫力あったね。あれ、おかしいな。九州観光列車二つ星4047が通るはずなんだけど。あ、来ました来ました来ましたよ。3度目の正直ですよ。今度こそは九州観光列車来てくださいよ。九州観光列車7つ星4047です。10時22分武雄温泉駅出発に合わせて回送で武雄温泉駅に向かっています。いや、素晴らしかったですね。神社の境内を走る九州観光列車でした。ということで無事に2つ星4047の通過を見ることができたということで、今回の動画は終了になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。